仕事中、そうですね、まあ、割と自分を出して明るくしてますけど、まあ、極力、まあ、心がけてることっていうのは、やっぱりこうお客さんでも、協力会社さんでも、まあ、分け隔てなく公平に接するようにしてますね。まあ、なんかよくいるじゃないですか、お客さんには屁こらしてるけど、なんか下の人とか会社の人には偉そうにしてる営業みたいな、なんかそういうのには、まあ、僕なりたくないなっていうのはありますね。じゃあよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いしいまえいえ、す。こちらこそよろしくお願いいたします。本当お願いします。いえいえ、すいません、こちらこそ。土下座。します。よろしくええー。お願いいたします。先輩、どうしちょっといいですか。たん。どうしこたん。れちょっと見てもらいたいんですけど。見積もり？はい。安いやん、これ。そうなんですよ。安くしてってお客さんに言われて。そんなもん言われても、まあ、ガツン高い値段出しといてええねん、突っ込んだら。押し込まんかいな、営業やったら。俺、ガツン言ってきたから、俺今日。すんまん、ちょっとおでこ汚れて。でこ？なんでこないの？なんやでこ？絶対。なんやねん。知ってますよ。何がやねんの？と、げ、ざ。なに言うとんかい？ なんでこんなに言うとんのかい？そうですね、まあやっぱりどうせ作るんでしたら、まあそれもありますけど、自分も出てみたいっていう、まあ、野望もあったりして、で、まあ、動画に出てるとこういろんなキャラクターを演じたりもできるんで、まあ、普段ない自分がこう表現できたりっていうのはすごく、自分の中ではなんか、楽しみな部分もありますね。まあ、そういう映像を通していろいろと伝えていけたらいいなみたいなのは、まあ、なんか役者としては思ってます。明けましておめでとうございます。2013年、僕は皆様の幸せを祈ってるわけないじゃん。だって僕は自分さえ良ければ OK 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 OK。きっかけ、そうですね、まあ、自分の中でぼんやりとしてあったもんはあったんですけど、まあこれは本当にしないといけないと思ったのはやっぱり、まあ、玉井さんに、まあ、割と迫られてですね、まあ、別れるかこの結婚するかという、まあ、二者択一を迫られた時に、まあこれはしないといけないなみたいなことを思って、まあ一応やろっかな、結婚しようかって言ったんですけど、まあ、そっからの展開が、まあ、めちゃくちゃ早かったですね。なんか本当あっという間に全部決まって、気がついたらなんかもう式当日で婚姻届も書いてたみたいな、まあ、本当に一瞬の出来事でした。ラブラブなんですね。まあ、そうですね、ラブラブというか、まあ ラブラブですかね。まあ一応これは回ってるんですよね。ラブラブですよ。あっち、結婚のハガキが来てたで。これ誰なん？結婚？ああ、僕会社の後輩やん。なんなんあいつ。結婚したってなんの俺。あれやで、式も披露宴も呼ばれてへんやん俺。なんこれ、下のアプリダウンロードして僕たちのメッセージ見てくださいね。メッセージムービーが出演しますって。なんでムービーとか見なあかんねんこれ俺。いや、なんなん風邪ひいてんねん。鼻つけっぱなし？変やで、それでも。何これ面白そうやん。私が見てあげるわ。あ、そう？これかざしたらいいねやんな。スイートホームやって、後輩の方が先に結婚しちゃったよね。ああ、そうやな。誰かさんはいつ結婚するつもりなん？いや、いつって。何？私らもう付き合って3年やで。もう3年？長いよね。まあ、それは俺も何ていうの、考えてるよ。何を？なんかまあもうすぐかなみたいな。もうすぐって近いな。いや、もうすぐってだから、もうすぐってまあね、そのうち。そのうちって。いや、見えへんやん。なんなん、いつって。だから、うわっ。
おい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 、何やってんねん、何死んだふりしてんねん、おい。